皆さんこんにちは、モッキーこと田中モッキーです。今はあのナットジグでせっかくかけた魚が根に潜ってしまって出てくるのを待っているところです。ちょっとしばらく待ってるんですけど出てくれますかね。朝はもう絶対って感じになったですね、あの東の。そうそう、五島通るのがですね。台風の影響で、写真の通りになってるんで、頑張って南岸しましょうか。インクスレーベルのモッキーこと田中モキギです。インクスレーベルのスナッピーこと関瀬直です。さあモッキーさん、はい、今日はここ、うん、長崎県の西部、うん、ここはね、なんといってもやっぱ大門畑、そうですね、赤旗、はい、ロックフィッシュが熱いエリアですね。で他にももし回遊魚があればハガツオだったり、でもちろんヒラゴ、ヒラマサの子ですね、はい、他にも、まあ、いろいろな魚が釣れるんですけど、はい、今日は、ね、このエリアで、モキさんがこう結んでるナットジグ、ね、これを使ってね、いろんな魚を釣っていけたらなと。で僕はね、ちょっとこれミドルゲームテイストで、ね、うん、まあ、ジグヘッドにスワールテールショット、はい、あるいはジュラクローを結んでね、いろんな魚を釣っていこうかなと思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで頑張っていきましょう。はい、頑張ります。あのナットジグを3回転から5回転ぐらい巻いて泳がせて、カーブフォール、すべてカーブフォールさせてます。ナットジグは斜めに引いてくる、遠投して斜めに引いてくるのがとっても得意なジグですので、あんまり足場の高くないようなところは遠投してカーブフォールで長く見せるように心がけてます。ちっちゃいやつ、大門畑のちっちゃいやつですね。10センチショットぐらい。あ、それをいじめるのはかわいそう。いるのはいますね。うんうん、ちょっと期待大です。ゴッツンバイブ14g です。このシルバーはモッキーブライトという私の名前がついた色です。モッキーロイヤルとモッキーブライト、金と銀があります。ロックフィッシュ釣るのにものすごくよくって、ボトム攻めるのに根掛かりしづらくっていいんですね。針が4つあって、今は後ろから2番目につけています。一番前が波動が小さくて、一番後ろに行くにつれて波動が大きくなります。あそこのとこで多分練り子でしょうね。バラバラバラって湧いたんですけど、まあちょこちょこと誘っていきましょう。
岩礁帯エリアに入ってきました。結構根掛かりするんで、こういう場所はピュッと竿を持ち上げない、ゆっくり岩にコンタクトさせながらコツ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 ってほわっと、で仮に根掛かるときに、あやばいと思ったときに、ここで絶対これじゃ上げない、引っかかっても竿を戻してやる、引っかかったやつがコロッと落ちるんですよ。で仮にちょっと引っかかったら落ちないときも、軽くこうやってちょんちょんちょんって揺さぶってやれば勝手にコロコロって外れるんで、キーワードはゆっくりとじゅわーっと持ち上げる、こういう場所はじゃないと一発で根掛かりしちゃうんで、ぜひやってみてくださいね。ベイトはちょこちょこいるんですけど、まずベイトのサイズがちっちゃいんで、マイクロベイトなんでなかなかね、ルアーに反応してくれないですよね。なのでまあこういうブラック系のやつに仮にこう下にブレードつけたりして、できるだけちょっとシルエットが目立ちにくくて、ね、目立ちにくくしてブレードだけ目立つように、こういう地味なカラーを入れてちょっと挑戦してみようかなって感じですね。まあにしてもちょっと今日はなかなかお魚がご機嫌斜めですね。どう打開しよう。ここのポイントは赤旗のポイントですね。そこまでしっかりと岩が入っていて、あとはもう点在するような感じですね。仮にイワシとかそういうベイトがブワーッと接岸してくると、フルキャストして中層までしっかりと巻いてやるんですけど、今日はそれがないのでもう完全な今赤旗狙いです。ということでボトムをスローに、こういう根が荒いところは必ず一頭ずつリーダーのチェックしてくださいね。結構ザラザラになってる。でいざこのチェックを怠って大物旗とかがドーンってかかった時にラインブレイクしちゃうんで、毎頭チェックしてくださいね。とりあえずは大物旗を狙いましょうかね。で手前に寄ってくると赤旗に切り替えましょう。フルキャストしてそこ取って、もう自分の中で決めます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10回巻いたら落とすと。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 落とす。2,3,4,5,6,7,8,9,10 で手前に寄ってきたんで、こっからは赤旗に切り替えると。ハイブリッド式で。だけど平戸とかは赤旗の餌はカサゴらしいですね。カサゴがベイトになってる。でどんどん赤旗が増えてカサゴがいなくなっちゃった状況らしいです。とろろ赤旗がカサゴ食いますからね。さっきからあの辺にグッドサイズのアオリイカがうろうろしてるんですよ。釣りたいけど我慢。あまりにもイワシがいないんで、でもアオリイカが見えるんでね、ベイトはアオリイカじゃないかなと思ってこのジュラクロを入れてみます。はあ、今当たったんだけどな。ナットジグにレーダーワンをセットしました。インチクバージョン。
来ましたよ。何か来ましたよ。嘘だな。あちらも先端ですね。先端なんですね。先端です。よし、じゃあポイントを移動してきました。じゃあまず最初はスワールテールシャット 4.8 インチこいつでいきます。風がね正面から来てるんで、この風に押されてイワシが接岸してきたらいいんですけど、結構この場所はこの風向きでよく大物旗が釣れる場所です。ただ結構この足元が根が荒いんで、最後に潜られるか潜られないかが勝負のポイントです。なのでドラグはちょっときつめですね。さあやっていきましょう。中層浮いてるボトムの中にいたりはあんまりしないと思ってるんですね。で、なおかつ上を見てると思っているので、結構中層をふわふわと泳がせるように意識してます。で、赤旗は基本的には根の間にいて、目の前を通ってきた獲物を食うイメージなので、今はメタルジグ投げてますけれども、ワームとかの方が赤旗は食いやすいのかな。で、メタルジグで赤旗が食う時っていうのは大体もう目の前に落ちてしまって落ちてもうバクッと落ちパクの状態で赤旗が食ってることが多いので、意識は大物旗を釣りながら、まあ、落としたタイミングで赤旗が釣れればそれはそれで良かったなっていう感じの釣りをしています。中途半端に上げてきたから打てるところは少ないですね。そうですね、まあ、逆にこっちの下りがめっちゃある方が打てるは打てるんですけど、もう太陽がこっちなんで、もう 水中が全く見えないですよね。もう暗くなってるので、なりきる前に一本出したい。食った。よっしゃ、オモン。よっしゃ、よっしゃ。わあ、注文やけどね。嬉しい。やりましたね。沖で食いました、ブレイクです。いや、沖ですよ。わあ、嬉しい。中層です。中層です。
やっぱりちょっと香料が少なくなってきたんで、ブレードをつけて、ブレードをしっかり回してね、ワームはジュラクローです。今日はね、スワールテールシャットの魚の形したワームよりこれね、こういうカニの方が実は当たりが多かったんですよ。いやー、長かった、嬉しい。よっしゃー、おめでとうございます。ありがとうございます。まだね、ちょっと香料残ってるんで、サイズアップ目指してね、もう一回頑張ります。よっしゃー、嬉しい。あ、逃げちゃった。やっぱここおるな。ここはもう絶対来たら一匹釣れるんですよ。力が抜けて足震え出した。今日長かった。だってもう10、12時間半やってますからね。そうそう、嬉しい。多分